こんにちは。アリンコ系 YouTuber のアリ博士です。このチャンネルではアリの観察や飼育に役立つ情報を美しい映像とともに配信していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。この動画では梅松大アリの試す飼育の有効性について紹介します。梅松大アリの単子飼育でコロニー創設がうまくいかない方は、この動画を最後まで見ていただき、試す飼育に挑戦していただけたら嬉しく思います。女王3匹でスタートした梅松大アリの初期コロニーですが、ここまで順調に育ち、ワーカーは16匹になりました。ワーカーが増えてからもコロニー内では全く喧嘩も起きず、とても安定しています。右下に見える白い餌はミルクシュガーで、蜜餌として与えています。1匹の女王アリは石膏に埋め込んだ木片にいますが、2匹はチューブの中にいます。チューブは狭くて居心地がいいのでしょう。ワーカーも数匹はここにいて育児を行っています。これまでミルクシュガーだけで育てていましたが、ワーカー数を増やすため、またメジャーワーカーを出すため、今回ミルワームを初めて肉餌として与えました。とても食いつきがいいですね。前回の動画でもお伝えしましたが、天然の虫は病気を持っている可能性があるので注意が必要です。餌を食べたら栄養交換です。ワーカー3匹が栄養交換をし合っていますね。アリの栄養交換はとても可愛らしく、私もとても大好きな光景です。このようにしてミルワームやミルクシュガーの栄養がコロニー全体に行き渡ります。別のワーカー同士の栄養交換です。奥の女王アリもお腹が大きくなってきていて、近々産卵がありそうです。健康状態もとても良さそうですね。別のコロニーの方も初ワーカーが誕生しました。もともと2匹の女王アリで育てていたのですが、繭破りを繰り返したので、同じく繭破りを繰り返していた単子飼育中の女王アリとその幼虫たちを合流させ、ようやく初ワーカーが誕生しました。梅松大アリは繭破りが多く、初ワーカーまでがなかなか遠いアリですので、やはり試すで飼育する方が確実そうですね。陽一さんの巣で飼育中の梅松大アリも試すコロニーですが、今のところ喧嘩や淘汰は起きていません。このコロニーはもともと1匹の越冬女王と枝ポキで採取したサテライトコロニーを合体させたものですが、途中で巣内交尾が起き、結果的に試すコロニーとなっています。このコロニー規模で現在まで試すを継続できているという点も、今回梅松大アリの多子創設を試みようと思った理由の一つです。陽一さんの木製巣で梅松大アリたちもとても快適に暮らしています。陽一さんの木製巣が欲しい方は、説明欄に陽一さんのツイッターのリンクを貼っておきますので、そこからお問い合わせください。まとめです。梅松大アリの単子飼育でコロニー創設がうまくいかない方は、試す飼育に挑戦するとうまくいくかもしれません。梅松大アリは自然界では単子と言われていますが、本当にそうでしょうか。梅松大アリはサテライトコロニーを作りますので、それぞれのサテライトに女王が分散し、見かけ上単子になっている可能性もあるのではないかと思っています。これについて私はこう思うなどありましたら、ぜひ
コメント欄で教えてもらえると嬉しいです。この動画がいいなと思ったら、いいねやコメントをいただけると嬉しいです。また、チャンネル登録もお願いします。Twitter や Instagram もやっていますので、よかったらそちらも見てください。本日もご視聴ありがとうございました。